トラさん、手紙は何とか受けても、その後の自分の死体の消失はどうするのですか。客室は密封されています。密室から死体を消すトリックをたった今から用意しなくては、ロジックエラーを起こします。まだ時間はある。ギリギリまで考える。とにかくこの手紙はそのままでいく。はい、すみません、客室が封印されてると矛盾するので、はい変更しますなんて今さら言えるか。一本取られたと認めるのと同じことだ。まるで天井裏に隠れてる忍者の気分だな。蹴取られて槍でぶっすり刺されたのに、痛みに耐えて槍の先の血をこっそり拭い、さもそこにいなかったふりをしてるみたいだぜ。痩せ我慢でいい。ここは痛みを蹴取られたらまずいんだ。バトラさん。なあベアト、今の俺どんな顔してんだ。きっとかつて俺との応酬で痛いとこ疲れた時にお前が浮かべてたような、ああいう表情を浮かべているんだろうな。くそ。かつてのお前ならどうする。俺を散々苦しめてきた密室の数々を生み出したかつてのお前ならどんなトリックで密室から俺の死体を消す。